久保さん、朝日が、太陽がすごいね。久保さん、T シャ久保、セミもすごいけど、朝から。あ、散歩でございます、散歩で。まあ、あれですよ。なんだ。手取り14万の人が今回億万長者になるっていうか、1億稼ぐ、みたいにしときましょうか。手取り14万の人が1億稼ぐみたいなね、なんかそういうタイトルにしとこうかな。で、久保さんはね、別にそのジャニーズ事務所にね、入ってたわけじゃないですし、別に有名人でも何でもないわけですよ。ね。なんかそのジャニーズ事務所にね、久保哲郎は所属してたのか、所属してないですよ。なんか YouTube 始めましたって言ってね、1本あたりもう100万回、200万回回すような人じゃないんですよ。全然有名人じゃない。だから数ないんですよ。ね。前その、久保さんのね、YouTube のコメントに1万人の登録すごいですねとかね、コメントがありましたけど、久保さん何年やってんですかみたいな話じゃないですか。何年 YouTube やってんのみたいな話で。どうすかまあ7、8年、9年、10年ぐらいやってんじゃないですか久保さん。YouTube。久保さん YouTube のアカウント開設して10年ぐらい経つんじゃないですか。なんで、他のジャニーズ事務所の人とか有名な人とかはね、あれじゃないですか。YouTube 始めましたで、もう、なんだ、何十万とか何百万とかね。登録じゃないですか。久保さん、10年ぐらいです。1万人ね。そう。で、数に関しても、そんなに多くないわけですよ。ね。今も、じゃあ1万人いるから、再生数、じゃあ毎回1万回回ってんのか、回ってないですよ。常時回ってるの久保さんも多分今100ぐらいじゃないですか、200とか。まあ、ものによっては、まあ、回るやつもあると思いますけど、なんか普通の動画って多分100、200、300でしょ久保さんも。で、それでビジネスを1億だ言うてるわけですよ。そんなの客数と客単でしかないんですか、売り上げなんていうのは。だから、有名人ではないんであるならば、客単を上げるしかないんですよ、道は。これもう本当だって売上の公式が客数かける客単でしかないですから。まあもちろんリピート率もありますけども、まあ簡単な公式にするとそれしかないですから。だあなたは、手取り14万のあなたは何者なんですかと。有名人なんですかと。ジャニーズ事務所ですげえ売れてんですかみたいな。あなたは何者ですかと。己を知り敵を知れば百戦錬磨危なからずです。あなたは何者ですか。どうですか。あなたは何者でしょうか。手取り14万の人なんですよ。己を知りましょう。己ができることを知りましょう。己がリーチできる数を知りましょう。それを知れば、やるべき戦略っていうのは見えてきます。そうでしょ？だってアッパーがあるんだから。僕もそうです。アッパーがあります。だからこそ、そのアッパーがあるからこそ、そのアッパーを知った上で、僕は大量の動画をもう量産し続けます。一つあたりの動画はアッパーがあると。伸びないと。であるならば、もう数でいけると。これは10万本、100万本いけば、まあまあ、ちょっとは数取れるかなと。そう。己を知り、敵を知れば、あぶさ、からず。孫子の兵法。はい。孫子の兵法です。自分を知りましょう、まず。敵を知ってもね、自分知らなかったらね、戦略できないですから。はい。いってらっしゃい。